タチモビー。はい、どうも皆さん、タイです。今日はですね、豚肉丼作りたいと思います。タイチクッキング豚肉丼ね。だいたいもうね、今ね、夜飯の時間帯なんでね、これから作りたいと思います。はい、まずは長ネギですね。長ネギをですね、はい、切ります。はい、ちゃんと洗ってね、ちゃんと洗ってキッチンペーパーでね、ちゃんと水気を取りましょうね。はい、大体これをで、これをみじん切りにします。長ネギを、長ネギをみじん切りにしましょう。これはですね、豚肉の上にね、なんですか、かけるんですよ。こう、このネギをごま油と塩コショウと醤油と味の素で味付けしたやつをですね、器に盛った豚肉の上に、あれ、盛るんですよ。盛るっていうか、かけるんですね。そうするとね、もうおデブ好みの味になるわけですよ、ね。切ったネギをですね、水にちょっとさらします。はい、ネギは終わり、ネギは終わり。次は玉ねぎですね。肉だけじゃ寂しいんで、玉ねぎもね、使いましょう。はい、皮を剥いてくださいね、玉ねぎ。はい、ここちゃんとここ取ってくださいね。ここ、この芯ね、芯の部分。で、今日は薄切りにしますね。薄切り、熱したフライパンにですね、ごま油を入れます。火はすごく弱火にして、ニンニクにね、あの、ニンニクをね、揚げてください。揚げるっていうか、炒めてください。火が強すぎるとニンニク焦げてしまいますんで、ちょっとうちこのニンニクチューブしかなかったんであれなんですけど、本当だったらね、ちゃんとニンニクね、あの、ちゃんとしたやつ買った方がいいですね。やっぱそっちの方がね、味も香りもいいですよ、こんなチューブよりも。こうバラバラにして、
で香りとかが出てきたら肉を入れてください。今日この肉ねちょっと漬け込んであるんですよ。酒と醤油と蜂蜜とコチュジャンとあとは塩コショウ軽くでちょっと漬け込んだんですね。1時間ぐらい蜂蜜入れるとねいい感じになるんですね。あの蜂蜜以外もパイナップルジュースとかそういうなんていうんですか酸味っていうか、まあ、そういう感じのあるやつ入れるといいですね。うん、いい香りですね。匂いがいい感じに。やっぱねデブはニンニク好きだと思いますよ。デブ以外の人もニンニクはねみんな好きだと思いますけどね。こんな感じに香りが出てきたら肉を入れてください。これ1時間ぐらい漬け込んだんですよ。この肉豚肉ですね。豚肉こうほぐしてこうほぐしてあげて油のところ入れると跳ねちゃうんでちょっと油から離れたところに入れてあげてください。で肉をほぐしながら油のところに持ってく。で火をちょっと強めにしてね中火の弱ぐらい。豚肉ですね。豚丼なんでいい感じにね美味しくなりますよ。豚丼のタレ投入。火を止めます。この水にさらした、水にさらしたこのネギをですね開けます。で、このネギにごま油を入れます。醤油を入れます。ちょっとそしてこれを混ぜ混ぜします。これで完成です。この盛ったご飯にですねこの肉を盛り付けます。で先ほど作ったこのネギをですねこの上に置きます。
できました。デブ大好き豚肉、豚ネギ丼、豚ネギ丼できました。豚肉丼とお味噌汁ですね。お味噌汁は白菜と豆腐が入ってます。はい、どう？どう味は？おいしいです。な、どういう、どんな風に美味しいの？ね、うん、ちょっと油が多くてね、このね、ちょっと油多かった？どっか、この味付けがいいですね。いや、俺が食べてる姿をみんなに見せてあげよう。うまいっすね。おいしい。さあ、これを見れば君も上手に作れるぞ。この動画面白かったらチャンネル登録お願いします。 Twitter ブログやってるんで、そっちも見てくださいね。じゃあな。